エリオスさんはいつも元気で楽しいですね。私も見習いたいです。挨拶だけで褒められた、マジ売れ気や。ところでウェイというのはどういう意味なのでしょうか。それはもうバイブスぶち上げの時に自然と出てくる言葉っていうか、取り回一時的な。ぶち上げ、取り回、節々が不明ですがニュアンスは伝わりました。元気を共有する挨拶ということですね。エリオスさん、チョリーズウェイ。うはぁ、アールダン先輩キャンカワ。てかギャル語なのに上品なのやばすぎ。新ジャンルの幕開けじゃね。喜んでいただけたようで幸いですウェイは素敵な言葉ですね。